トラマルちゃん、猫のトラマルちゃんの尿の顕微鏡検査所見ですね。これ四角いの見えるじゃないですか。はい、これ結晶なんですよ。はい、でこれがですね、ここもそう。そう、この間も出てましたね。出やすいんだね、この子ね。で、これ結晶、ここなんかもそうですね。前よりは減ったような気がするんですけど。そうそう、めちゃくちゃ多いわけじゃないんだけど、はい、でもやっぱり出てほしくないものではあります。そうですね、それからあとこういうところが細胞成分かな、はい、もうちょっと出てますね。はい、ただ赤血球、白血球は出てません。あ、そうですか。はい、ほら、ここたくさんある。そこたくさんありますね。こんな感じ。そう、結構綺麗なのが出てますね。うん、で、これ倍率今400倍だから100倍に緩めるとさっきのがこれですね。そこも視野が広がるから、この四角いやつね。で、ここもそうですね。これちょっと倍率が弱いから400倍にしちゃうと。ね、出てますよね。それからこの辺は細胞成分と結晶が。で、これね、ストラバイトっていうね、リン酸アンモンマグネシウムという結晶です。これがちょっと多いかなと思います。